絆が伝説を積み出す RPG テイルズ・オブ・レジェンディア。こんにちは、マリントルパーのアビタカと申します。囲碁も一緒に今日、いやとうとうね、キャラクエ最後グリューネ編ね、これから突入してまいります。最終回まであと少し、最近で、ね、キャラクエに関しては一本こう動画時間2時間ぐらいになってね、本当に申し訳ないです。映画、その長い映画1本分ぐらいになっちゃってマジで申し訳ないですけど、あれでもね半分にカットしてるんですよ、本当に。毎回キャラクエに3時間半から4時間かかってるのを、そう、ちゃんと2時間に削れてるんですよ、これでも。なんだったら J 編に至って5時間かかったの、2時間に収めたから、結構実は頑張ってるんです、これでも。けど、まあ、視聴者さんからしたらそんな実は知らねえよっていうのもごもっともです。はい。仕方ない。もうこればかしだ。そう。視聴者さんはね、むしろ自分たちの貴重な時間をね、そう、僕に捧げるにあたって、2時間はきついよな、みたいな。それでもね、見てくれた方々ですね、本当にありがとうございます。ぜひね、最後最後までレジェンディア楽しんでまいりますので、ぜひよろしくお願いします。突然現れて、シュバレツに関してはみんな認識しなかったんだな。ウィルとかノーマに関しては暗闇の中でシュバレツ的なね形を見つけたけど、そう、ジェイもねちょっとグリューネじゃねえや、シュバレツに絡まれたけどさ、あれは別に見た目を認識しなかったんやなっていう、本当なんかある種自分自身の発言みたいな感じでちょっと受け入れたかもしんねえな。そもそもあれは人だったのか。シュバレツの正体がマジで謎すぎてか、この理屈で言ったらさ、グリューネさんもね、グリューネ姉さんも人間なのかがわからない。何なのさ、それはわからないけど、ワイもそれは感じたわ。ウィル、そうだ、そんな体痛めそうな寄りかかり方して、ウィル大丈夫か。あの声、お、そうだよ、ウィルは聞いたことあるもんな。ずっと気になって考えていた。みんな聞いたことあるだろ。それで、いや今日モデスは別にいいか。霧から生まれた自分の影。あ、そうよかった。聞いた声だ。声自体は一応聞いたことあったんやなって。俺も冷静ではなかったから気のせいだと思い込んだ。あれ一応気のせいな感じに思ったけど。まさかみんなもか。言われてみれば確かに似たような声じゃったわ。僕が聞いた声も。よく似ていたように思います。みんなね、うつむいた時に聞いた声に、そう、幻聴だと思ったんだな。まあ自分自身のね、そう、声みたいなもんだとして割り切ってたんやろ。気持ちを暗くさせる。うん、すっごく嫌な感じがした。頑張ろうとする気持ちが急になくなっていくんだよ。憂鬱な気持ちですね。一旦そこは心が苦しくなって、睡眠しっかりして、いざ時は心療内科にも相談ですよ。あいつが本当に負の感情じゃな。だからマイソル2でもその辺採用されたのかな、負の感情で。で、クロイもマイソル2でさ、負の感情にとらわれてダーククロイみたいに出てきたし。グリューネさんも霧と関係があるんでしょうか。あるわけないっしょ。ウネさんはいい人なんだから。僕に怒らないでくださいよ。姉さん、霧のことも何か知ってるみたいじゃったの。そう、ちゃんとこういう細かい描写をしっかりと拾っていくのがレジェンディアのストーリーが思い出そうと素晴らしいというゆえんだよな。そんな感じではちゃんと細かい点でしっかりと拾ってくるからな。そうかもしんないけどさ。憶測で結論を出すのはやめましょう。そうだ、結局グリューネ姉さんが思い出さない限り何も話はすまんじゃっき。知り合いにオータンをきっかけに記憶が蘇るとええの。まあおかげで負傷はしたけど、蘇ったとしても僕たちに話してくれるかどうかは。いや、とうとうグリューネの正体わかるのか、マジで。ずっと謎だったからな、グリューネに関しては。黒い霧が魔物や人に悪影響を及ぼしているのは確かです。さらに、あの黒い服の人がその元凶である可能性は高い。だからどうしたんじゃ。グリューネさんが黒い服の人と関係があるか、もしかしたら彼の、彼じゃねえや、彼女の仲間なんじゃないかってことだよね。なんだ、元気してきてまた精霊、それはなんだ、精霊アスカか。お力が戻られていないのですね。ウンディーネか、ギリ青色に見えるから、ウンディーネス見えるな、一瞬白に見えたからアスカかな。レムだった、レム何回あー、間取ったって感じだな。そうきたか、レムってエターニア以外にもいるんだな。アスカじゃねえんだ。空気と話し中か。記憶とお力を封印されたのですね。成熟からほど遠いこの地では。
成熟化ほどとこの地っていうのが分かんないんだよ。大陸を基準にこの地っていう風に遺跡性のことを言ってるのか、本当に別時空別の星のことを言ってるのか分かんないんだよな。まあそこもねきっと分かるんでしょうね。とどまることはできないようです。あら残念ね。時の目覚めまで眠りに落ちましょう。ほんとみんな同じこと言うな。ほんとみんな眠るな。あ、レムちゃんの種だわ。とっても素敵ね。まあ無事で何よりって思おうかな、とりあえず。あら、みんなお揃いで。いや、そうじゃなくて。あらあら、そうね。起きたらおはようよね。グリューネ編ほんわかで終わる説ある、もしかして。おはよう。おはようございます。特に何も思い出してなさそうだもんな。一体誰と話をしていたんだ。誰だったかしら。体は大丈夫ですか。何のことかしら。うわぁ、まあ、なんか本当にすぐ記憶飛んでいくな。まさかあの時の記憶がなくなっているのでは。本当グリューネガラムで一瞬絡んだ時のね、記憶ってすぐ消えるよ。の人が出てきてグリューネさんを攻撃した時です。記憶を思い出そうと仕掛けたところらへんで大体そのやり取りの記憶は消えてるよ。記憶になさそうだぞ。すぐに封印されてんのかな。あら、もちろん。ああ、シュバルスってちゃんといた。シュバルスちゃんに会ったことでしょ。シュバルスちゃん、そうだよな。シュバルスって前回 J 編では特に名乗ってなかったよ。思わせぶりなこと言ってまた記憶を飛ばさないでよ。ノーマ、あまり大声を出すな。あの黒い服のやつ、シュバルツっていうのか。そうだったかしらね。ああ違った。そうなんだ。黒い服の子がシュバルツちゃんよ。グリューネさん、記憶が戻ったのか。おお、ようやくちょっとずつ進展するぞ、グリューネに関して。それがね、名前だけは思い出せたのだけど。他のことはダメなんですね。もうちょっとで精霊のこととか気になるけどな。本当に精霊って概念なのかわかんないし。なかなかうまくいかないのよ。全然困った口調じゃないですね。そこでお願いがあるのよ。どこでだ。話の流れは無視かよ。シュバルツちゃんに、そんな簡単に会えない気がするけどな。グリューで連れて行けば意外と会えるもんなんか。あれを攻撃したやつじゃぞ。会えば記憶が戻るような気がするの。大怪我を負わされたんですよ。あら、復活したから大丈夫じゃないとかみたいな。前向きっていうのかな、なんていうか不安になるよな、本当に。モーゼスちゃん、お願い。あー、モーゼスにね、色仕掛けは効いてしまうんでね。はい、抱きついてすらなかったぞ。嬉しかったみたいだね。あいつはレギュラーメンツだ。多めに見てやってくれ。ついにワイの時代の幕開けじゃねえ。その腰の振りマジでいやらしいからやめるまで、はいはい、ジェイトの兜合わせみたいな感じだったから。バカをやってないで話を進めますよ。シュバルツに会うにしてもどこに行けばいいんですかね。あれかな、なんか静かに大事だとかその辺適当に行けばいいかな。さすがに今回ばかりは僕も情報を集める自信がありません。あら、それなら大丈夫よ。何が大丈夫なの？なんで風の BGM 流れんの？シュバルツちゃんの居場所なら、そうなの？るようにわかるもの。グリューネ、一気にいろいろ覚醒しやがった。そうなの？なぜかはわからないけど、やっぱシュバルツと同次元の存在ってことなのかな、グリューネ。すっごく同次元かつ、コンセプトとしては、対となる存在的な。いや、まあ、そもそもシュバルツとグリューネのね、存在今シュバルツはどっていうのがよくわかんねえかな。環境みたいね。環境、あー、環境ってあれだよね、ラスザンだっけ。あ、ちげや。姉さんを信じて。環境は第4章のバーサラフたちがいたとこだっけな。空振りだったらどうするのか。あそこ探索長いんだよな、本当に。それにもしグリューネさんの言うことが本当だったとしたら、もう戦うんかな。え、相手をガチで準備したかない。に近づくのレモン組、パイン組、
がっつり用意しないと負けるぞ。縛る材料、今までに出会ったことのない大きな力を感じました、ね、バーツラフを超える強さを感じる。動きを封じられて、縛る戦だとね、あの今度こそちゃんとラスボス戦の BGM が流れるらしいんですよ。てか僕あの曲は縛る曲だと思ったからな。そう、そこはね、テイルズのテイルズ公式で出してる作業用戦闘 BGM の中で、そうレジェンディアのパートでシュバルツの BGM としてあのラスボス戦の音楽流れてたから、そうシュバルツの方が似合ってるな。前のマグリッツはマジで似合わなかったな。マジでラスボスとしてダサすぎたもん。シュバルツは似合いそうだな。シュバルツであの BGM 流れたらマジでテンション上がりそう。悪さしちょるやつを野放しにはしとけん。ああぶっ殺していこうぜ。よし、環境へ向かおう。ラジャー、ありがとうね、お姉さん、みんな大好きよ。抱きしめてあげちゃいたい。絶対モーデスあたりが反応すると思った。勃起しちょるけーみたいな。せねせね、つらいよね。なんでこうなる？愛だよ、愛。さあ、シュバルツじゃなきゃ、グリューネ編、誕生、シンプルやなぁ。絆が伝説を積み出して誕生を作る RPG でやってなかったら。よし、いろいろ準備完了。ちなみに今更になってようやく合成屋っていう存在を知ったわ。ようやく合成屋使ってね。けど意外と合成って難しいんだな。素材集め結構大変だと思うからさ、簡単なやつだけセデルとモーデスのね、火力アップ用の武器だけ作っといた。いやこれで一気に勝てるやろ、このハードの内容でいける。モーデスさんが男。やっぱモーデスさんだ、そこも。グルーネ姉さんのね、ためにワイガイ人肌、いやチンポの皮を剥いちょるけ。本人もやる気のようですから、危険が迫った場合には。いやジェイもだいぶ元通りだったな。待てやこら。だいぶモーデスインジリが元に戻ってきて嬉しいよ、ジェイ。何か文句でもありますか？ありまくりじゃ。いや、結局最後までこのノリなのね。いや、ちゃんとね、J 編でハイタッチしたから、モーデスと。だから、OK や、仲はね、良くなったんやでって。あら、何だったかしらとまた言いそう。最近、多いのよね。モーデスさんが大きな声を出すから。とりあえず困ったら、モーデスいじっときゃ OK だから。レジェンドメンバーは、本当にモーデスいじられキャラなの意外だったよな。こんなレジェンド知らない、やんなかったからね。知らなかったわな。うん、平気よ。無理はしないでくれ。言ってくれれば、すぐに休憩する。とはいえ、ここは長旅になるぞ。ダンジョンもめんどくさかった記憶あるからな。いやー、いけるかな。攻略サイトを見ながら、奥まで行くか。おいおい、そんな、おのおので移動すんな、特に、こう、怖え。グリューネさんが率先して、戦闘を進むなんて珍しいな。記憶のことで、焦りがあるのかもしれない。記憶を失うって、とても怖いことなんですよね。まあ、僕も年を置いてね、あれ、昔そんな記憶あったっけみたいなね。老化によるね、記憶のなくしとか、本当に怖いんだよな。思い出さないから。そんなことあったっけみたいな感じになっちゃうからな。セノジー、はよ、今回親父も、のんびりしてると置いてくよ。誰が親父、あ、絶対作る。誰が親父だ。絶対見るなら気にしてくれると思った。ありがとうなす。笑うな。クロエが叩かれるんかい。シャーリーも叩かれるんかい。ってことはセネルも叩かれる。セネルの音が一番多かったけど。おい、やっぱり、いや、本当にレジェンドって細かいとこ拾ってくれるからいいよな。シャーリー嬉しそうだな。だって初めてなんだよ。確かに珍しいよな。叱られたの。それ喜ぶことじゃないだろう。まあ打ち解けられたって証拠だよな。グリューネ編になってようやく。ようやくだ。まあシャーリーが一番仲間としてね。無駄話をしていないで。こう時期っていうことが短いからね。わかりました。いやーパズルブース意外と楽勝だったな。あと一回ぐらい、あと一回か二回グリューネ編なのかな。多分全部のパズルね、今のところ手動で解いてるんですよ。あの、休憩しよう。CPU というか、なんだ、お助けでお願いして通るっていうルートもあるんだけど、そっちだと確か証拠が手に入んないっていうのもあって。もう痛みはないですか？多分僕、証拠手に入るんじゃないですかね。どうなんだろう。
おかげで良くなったわ。手動でやってるからちゃんとね、あのパズルブーストの苦しみみんなと分かち合えてる。そう、キプレイヤーのみんなと分かっておりますんで大丈夫です。そうだ、記憶が戻ったら。お、そんな明るい感じないか、レジンディア。ギートも呼んでどう。あと死んだフェニモルも呼んでどう。ハリエット、あとワルタも呼ぼうぜ、死んでるけどよ。ハッチの料理を喜ぶのってグー姉さんだけだからね。記憶が戻ると同時に味覚も正常化するかもしれませんよ。あのテイルズ・オブ・アライズ・アルフィンみたいな感じで、記憶が戻って痛覚戻っちゃって、うお、シオンの茨が辛いっていう、ああいう感じかな。どこ行ってもビルチなら全部自分で食べるしょ、親バカだから。いや本当にこんなところでキャンプしてんだ。戦争してた時の場所とは思えねえな、この場所。懐かしいな、ここなんか、なんかカッシェルだっけ、カッシェルとかザギの軽い互換的なやつがさ、いたけど、あいつも忍術の、ね、忍者のやつかと思ったけど、別にそんなことなかったな。とっても素敵ね。お姉さん、今から待ちきれないわ。ああ、いろいろなキャラクターいるようで。フェニモールに会いてぇ。フェニモールに会いたい。フェニモールに会いたい。みんなとっても仲良しで、お姉さんとっても嬉しいわ。おいおい、グリオネ姉さんもみんなどうぞ。いつまでも続けばいいわね。これフラグじゃないよね、なんかグリオネさんとの別れないよね。今を守るためなら俺はどこまでも戦える。主人公らしいこと言っちゃって、さすがテイゾブレジンだ。主人公、俺たちの時間を奪わせたりはしない。いつか来るにしても、これまたなんか決意表明みたいな。彼は旅立ちだ。おいおい、まるでグリューデさんと今宵の別れみたいな感じ。その時に後悔しないよう、今を懸命に生きていくんだ。そんじゃ、グー姉さんの記憶を。あ、しばらく戦うんかな。しばらく戦うかもしんねえな。頑張るしかねえか。えいえいおう。打倒しばらく。オレンジ組を使って TP も回復した。今ならしばらくを倒すことができる。でもシュバルツって僕ラスボスだと思ったんだけど、グリネ編かつレジンディアにおけるラスボスかと思ったけど、まさかここで戦うなんてことはありますか。私ってば目が悪くなった。なんだ、シュバルツらしくものが見えたかも。誰もいない。いや、シュバルツはここから瞬間移動してくるような、ね、生命体だから大丈夫大丈夫。考えたくはないんだが、まさかグリネ編まずコメディーが始まるのか。気のせいだったかしらみたいな。グー姉さんに限ってそんなこと、そんなことありそうだからな。いくらでもありそうでしょうね。だからこそグリューネ、ここはやってくれるよな。あせグリューネ姉さん、ここまで来たことなかったもんね。第4章の時は確か戦争中に控えで、控えにいたもんね。控えっていうんかな、なんていうか、あのカーチスとかそういう裏方の方にいたから。あれだけ自信満々だったんですから。だからここまで来たことないんですよね、グリューネ。間違えちゃったかしら。なんなんで、もしかこれバリバリカットしてよかったか。あ、おーおー、なんか出てきてるんですけど。ちょっと待てー。これどっち、シュバルツかただの黒いタコなのか。まあ、みんなどうしたの。後ろで早く行って。ホラー映画とかで大体こういう風にね、うー後ろっていうのが遅れるせいでキャラが一人死ぬんだから。とっても楽しそうね。え、グリューネ姉さんお前する、うー後ろ。シュバルツやないかーい。まあ、やっぱりおい、シュバルツに対して背中を向けるな。また不意打ち食らうぞ。どう、お姉さん偉いかしら。偉いからこっち向かないで。何されるかわからないっしょ。我を感じるまでには。お、やっぱ力戻したんだ。今まで多分シュバルツの場所分かんなかったもんな。シュバルツとか言うらしいな、人の子よ。だからお前だって神的次元なの。お前フォルツァなんか、もしくはよくてエルレイン的な立場。お前の仕業なのか。エルレインやリアラ的な聖女的立ち位置なんだな。答えんかい。それによっちゃ痛い目見せちゃうぞ。人の子よ、わきまえよ。人の子、人の子ってまるで自分が人の人じゃないような言い方ですね。また黒ぼえで縛られちゃってるよ。束縛兵器って、束縛戦記は別にねえんだよ。
今んとこはね、昔あったけど。締め付け正規あるけど、束縛正規はねえんだよ。あなたに聞きたいことがあるの。これ、まあなた攻撃食らって終わるんじゃねえかな。大丈夫か。時が来たれば、グルーネは全てを取り戻す。その時を待つがよい。その時にはもう世界が崩壊するとかあるんだ。不用意に近づくな。なして体が言うことを聞かんのじゃ。哀れだな、グリューネよ。我が誰か。ああ、別にプレイヤー目線でもお前が誰だかわかんねえからな。テリゾンがヒーローズツインブレイブやってたら、もしかしたらしばらくそうね、正体とかある程度わかんのかな。教えてくれないかしら。あなたは誰？私は誰なの？やっぱシュバルとグリューネって同じように見えるんだよね。だから僕てっきりグリューネイコールシュバルかと思ったけど、そうでもないっぽいもんね。こうやって実体化されるとね。黒い霧はあなたの仕業なんですか？霧は我そのもの。要するに我が悪の黒幕か。人の子よ、ずっとわきまえよとしか言わねえな、このおばさんは。おばさんなのか年齢もわかんないけど。このまま無に帰るがよ。いや、まさか俺たちは負けない。何をする気だ、答えろ。そんなおしゃべり好きのソロンみたいに答えてくれるわけねえよな。何セネル、あがくな人の子。いや、呪縛解き放たれたから、ワンチャン今攻撃いけんじゃねえか。これがお前の答えかよ。そっちがその気なら、実はシュバルツイコールワルターだったとか、そういうのもある。お前が災いを生むというなら、俺が立ちはだかってやる。セネル、お前は本当、あ、生存術の力見せてるぜ。主人公力を解くと見るがいい。くらえー、オリジン操術。オリジン操術未だに引きずってるから。これが生存術の力じゃん。ほうじゃ、ワイラにはこの無敵の生存術がある。静かの僧侶がくれたこの力、強い光、有意義に使わせていただきましょう。忌々しい力だ。やっぱこう邪気払えるんだな。この子らがグリューネの希望の種か。ならばここで無に帰るがよい。うわ、またタコさんウインナーみたいに出てきそう。何が出てくる。なんでバーストラフ、やばい、これは強敵だぞ。ちょっとバーストラフ、まさかバーツラフ、ダークバーツラフと戦うとは思わなかった。考えるのはこれミスったかもしんねえな。クロイじゃなくてグリューネ姉さんやるしかない。グリューネ姉さん入れた方が良かったかもしんない。ああ、でしかもバーツラフ戦の BGM なんだ。超懐かしいぞこれ。1、2ヶ月前に聞いたばかりか。これザコじゃなさそうだって一応やるの。今日もうバーツラフ、お前を投げる術は持ってるんだぜ。昔は投げれなかったから通じて。そうだな、 HP は14万。 OK、 さっさとコンボ決めてやるぜ。これはまずは2万8000ドーマード出してきた。ゴーシュライで投げる。お前 何級だっけ。中量級なんだっけ。今の俺は中量級を投げる術があるから。この大爆発まだ1000ダメージか。クソ、ガードして。なんでこれは本当何もしないで死んでんだ。クソーキャよね。あの時と違ってアイテムがあるから今。やっぱグリューネ連れてきた方が良かったな。ミスった。しかももう何もしなくなっちゃったし、何考えてんのあいつ。仕方ねえな。いったんライフボトル。いいよ。あの時はね、確かライフボトル1個かエリクシールとかそんぐらいレベルだったから。マジで広まねえな。あの頃よりも広まねえぞ。あ、一見ダウンはするんだな。もうほんと謎やな。だからとりあえず、投げていく。もうです。ミラクルグミよこせ。じゃ、グリューネ連れてきたやつ。ノーマがまたアホなことした。バークリュー。いや、マジで広まねえ。ほんと、クソゲーかこれ。これ見てください。全く広まません。全く暇なかったな。よいしょ。うわー、戦いずれー。グリューネ姉さんの方がいいな。黒いが足でまといだこの場合。アグセゴー、昼間ねー。もう攻撃してる意味ないもん。近接で近接で攻撃する意味がないもん。昼間ないんだもん。あー、もう本当にすぐこっちに狙ってくるんだから。うわー、 HP が全然持たなかった。いや、とりあえず黒い足でまといだから、てかもう最悪術者全員連れてきてもいいかもしれないな。セネルずっとガードするだけでいいや、これ。まとめ戦っても勝ち目ね、ちょっと。
黒いモーゼス控えさせるか。よし、とりあえずね、作戦は結構いい感じでね、さっきよりダントツ HP がね、うまく減らせるようになりました。さあ、もう、本当にね、ひるまないからね、やることがないんだよね、セネルが。セネルがやることないっす、本当に。爆力け！さあ、術から便乗して、このまま、ひるませるっていうね、感じになるんで、まあ、作戦としては割かし合ってんのかな。オッケー。さあ、マジでね、当時戦った時と比べてマジでひるまないんですよね。本当にそこがクソ仕様ですね。本当にそろそろひるむだろ。ローリングストーン大すぎ。オッケー、ひるめダウン。オッケーで、ダウンショットで投げ技イラプション。ごめん、中量級投げるときにさ、反対側に投げるの本当クソ仕様だなと思うんだよね。攻める技、結局攻める技なんかすごい弱いんだよな。だからとにかくもうセネルはね、こうやってずっとガードばっかっすね。本当にいよいよブリリアントランスもあんま強くないんだよな。ネガティブブレードあたりやってくれる方が一番助かる。サンダーブレードがね、投げ回された、死んじゃう。いやー、また形勢立て直さないとな。ミラクルグビとか、まあ、いやー、しばらく戦うと思ったらまさかのバーテルだもん。オッケー、とにかく恥じ、あー、こうやってネガティブブレードないすぎ。連携返却でひるませて、ノーマがアホなことしたからな。ちょっとグリューネ姉さん、あのノーマのバカのためにレモングム使ってた。こうやってひるませながらフリーズランドナイスひるませろ。クソ、間に合うから爆竜拳やるべきだったな。今爆竜拳さっさと間を縮めるべきだった。いったー、投げ技が危ね、投げ技されたし、とかあった。ふぅ、近づいてくる。おお、やりとりあるね、いいね。よし、ブリリアントランスナイス、サンダーブレードナイス。いいよ、ある程度火力出せるナイス。とにかくこいつを端に縛ってけ。ダークホースナイス。オッケー、いったー、後ろ向いちゃった。アクアレーダー、そう、アクアレーダーとかね、ダメージ通るからほんと助かるんだよね。よしよし、いいよいいよ、だいぶ戦いやすい、だいぶ戦いやすい。やっぱこの3つが正解だったな、マジ正解の音がした。ファイアスも多分ひるまねえんだよな。一旦コンボつなげるか、一旦コンボつなげてえな。いや、今日みんな小術貯めてるから一旦まだいいかな。デモンズラス、そうそう、このデモンズラス、あー逃げやがった、当たんなかった。他の超術あるでしょ、キュア、あー、まあありがとう。よし、まあ、ここはで、端にやらせる。ほら、28000、これであと少しだ。よし、あとちょっと14000、だいぶ減ってきたな。あとはウィルたち公営の方で、グレーネってあんな TP あったっけ。あれ、パイン組やりすぎたかもしんねえな。せっかく回復したもんな。ウィル、オレンジ組投げ技しない。お、いいよいいよ、デモンズランスかな。いいよ、ボルトアローで昼間ね、本当にネガティブブレイないすぎ。あー、ノーマがまたバカなことした。ノーマ近づくな、フレーム型。とにかくもう、いい、死ぬ死ぬ死ぬ。ファイアウォール、何してんだあのビッチ。やべ、こんなところで死んだらマジで恨むからな、お前ら。うわ、もうノーマとビルが近接攻撃し始めた。何を考えてんだこいつら。よしよし、後ろ行け行け。なんかノーマ後ろ行かねえんだよな。よし、ダークポーズ飛ばす。オッケー、ようやく警察倒した。危なかった。アホコンピューターのせいで負けるとこだった。連携、返却、ブラッテハウリング、いいよいいよ、いいダメージ量。こいつ耐久は特にないもんな。だから、よし、オッケー、キュアナイスゲー。おい、かかっとか。あとちょっと、ローリングスを一発当てれば意外と倒れんじゃね。バークリュケ、連携、返却、ブラッテハウリングで決めろ。オッケー、うわ、投げ渡されるか、助けて。フリーズランサーで決めてくれ。当たってねえっすね、投げ渡っちゃう、無敵なんだよな。 HP2300、 あっちょっと、いいよいいよ、あっちょっと、くそー。ノーマ、ライフボトル急いで。てか、ライフボトル意外とまだ使ったかったね。よっしゃ、倒した。ウィル死んでるしよ、あいつ、ほんとバカ。あれれ、あ、これ見れた。ノーマのやつが戻ってこないやつ見た、見れた。あー、まあ正直やっぱあれだね、初めてバーツラー戦ったあの時と比べればまだマシに思えるかな。あの時はね、ライフボトルがなかったからね、確か1個だけあったっけ。エリクシールとか使ったもんな。エリクシール1個使ってけど、なんとか倒したもんな。え、あの時はまだひるんだんだよ、そう。隙があったから。今回マジひるまねえな、本当に。お、グリューネとうとう、いろいろ思い出すの巻きか。クネさん、また頭痛いの？だ、このカメハメハの描写何なんだろうな。何だったかし、大丈夫よ。あれ、何か思い出せましたか。ちょっと怪しくなってきたな。
本当か、今なんか思い出した節が。そっか、残念。いや、まあ、しばらつ方をいつの間に消えたんですかね、こう認識できるっていうかな、そういう能力が出てきたんだから、それ最強だよ。今度会ったらただじゃ済ません。もうここにはいないのか。近くにはいないみたいね。その辺もわかるんだな。一体シュワルツとは何者なんだ、グリューネとは何者なんだとかもいろいろ謎があるから。なんだか疲れちゃったわね。まさかこうパッと戻るねえっていうことねえような。いつまでもここにおっても仕方なかろう。町に戻るか。やばい、ここパッと戻るなかったら結構戻るの大変だぞ。やばいぜ。あー、パッと戻らった、珍しい。あー、救われ。これを実装しろってことよ、レジェンディアさん。まあ今更言ってもね、リマスターでね、そう、リマスター版でちょっとその辺は期待しましょう。パッと戻るわ。で、そう、もともとこれをもっと最初からあればよかったんだよ、別に。このウェルテスの夜もね、あと何度見れるんだろうね。グリューネ編がいつ終わるのか分かんないんだよな。まあ、結構キャラ系の中だと一番尺が多そうなイメージあるんだけど、多分6、7時間ぐらいかかるんじゃないかな。シュワルツが危険な存在ということが分かったじゃないですか。とはいえね、そう、夜が何度見れるか、下手したらね、もうとうとうお別れかもしんないからな、ウェルテスの夜とも。いや、いろいろな光景を全てラストに近づいていると考えると恐ろしくなってきた。俺たちの大切なものを傷つけるんじゃない。グリネ兄さんを傷つけるやつは容赦しないで。俺はシュバルトをぶっ殺す。セロジはよう分かっちゃる。グリネ兄さん、さすがになんか思い出したんじゃない。グリネさん、何か気になることでも。なんでもないわよ。私も疲れた。まあバーツの人だった。この調子だとワルターと戦いそうな。ワルターと戦うときも同じ作戦で良さそうだな。多分クソほど拾わないでしょあいつ。ノーマルだったら攻撃頻度が下がったりするのかな。ノーマルで攻撃頻度下がってその分ひるむチャンスがあるとかだったらさ、戦いやすいと思うんだけどね。ハードだからな。私はカメハメハのシチュエーションね。やっぱ元気玉シチュエーションもあるやん。キリッとしたグリューネだ。私のすべきことを思い出したんだ。やっと思い出したね。やっぱりな、なんか反応が怪しいと思ったんだよ。けれど私は一体何者なのかしら。それがわからないのよね。何者かわかんないけど使命はわかったって感じで。存在している理由とでも言おう。どうしてかしらね。どうしてシュバルツちゃんを倒さなければならないのかしら。それが一応使命なんかなけど、理由までは分かんないってことはまだあんまし思い出しないっぽいね。分からないことが増えてきてしまったわね。シュバルツを倒す使命は思い出したけど、なぜ倒さなきゃいけないのかっていうところがよく分からんっていうね。幸せなのかしら。俺の寝相はいいんだぜ今。お兄ちゃん早く起きて。何かあったのか。いや本当にここのドアさ、グリューネさんがいなくなったの。警備がクソもねえつか、セキュリティガバガバすぎんだけどな。様子がおかしかったから気になって会いに行ったの。手紙があった。そしたらシュバルツちゃんと決着をつけるわみたいな。みんなには知らせたか。ノーマがみんなを集めてる。あ、てかノーマってさりげなく言った。ノーマさんじゃねえんだ。今さりげなかったな。グリューネさんが消えたって本当か。揃ったようだな。なんでグリューネさんを止められなかったんだよ。読みますね。はじめに謝ることを許してね。みんなごめんなさい。え、なんでグリューネさん去っちまうんだよ。俺たち仲だろ。レジデメンバーズ意外とみんななんかあれだよな。急にいなくなるよな。お姉さんのこと気にしなくていいわよ。ここから先の記憶は一人でも探していけるから。みんなは今まで通り。もうなんでみんなさ、自己犠牲精神意外と強いよな、レジェンディアメンバーズって。そうでもない。いや、自己犠牲精神意外となんか
仲間大切にしてるからこそね、自分のことはね、これは自分の問題だみたいなことを思う人多いよな。お姉さん、そのたびにね、みんなやっぱレジェンドメンバーとしてね、俺たちは仲間だろうってなるのが ね、テイルズでありレジェンドアであるんですね。きっと一番楽しかったと思う。これが TOL だ。記憶のない私が言っても説得力はないかもしれないけどね。ノーマちゃん、いつも元気でいてね。これもしみんなに分かる。いや、グリューネ姉さん大丈夫だね。俺たちが助けに行く。みんなを明るくしてあげてね。マジで本当にもうずっとのお別れみたいな感じじゃん。ジェイちゃん、二人ともずっと仲良しでいてね。本当の兄弟のように助け合ってね。ウィルちゃん、ハリエットちゃんと幸せに暮らしてね。まあ、グリューネ姉さんもやっぱ仲のことが大切すぎて、みんなを支えてあげてね。これ以上のね、旅路に巻き込めないと思ったんだろうな。そういう自己犠牲精神だからな、みんな。自己犠牲じゃなくて自己犠牲精神なんだよ。もう笑顔を忘れないでね。みんながそばにいれば自然と笑顔になれるから。しばらくの戦いに巻き込むわけにはいかないってことなのかもしんないけど、みんなを守ってあげてね。みんなとの時間を守ってあげてね。お姉さんとの最後の約束よ。出会えたのがみんなで本当によかった。共に過ごした時間は本当に、グリューネ姉さん、ね、レジェンダーメンバーとみんなと出会ったのはマジで偶然だったんだ。ある種テイルズ・オブ・ディスニーである、本当偶然また運命だったのかもしれないみたいな。そう、運命なんだよ。そう、グリューネ姉さんと出会った運命だから、そう、これは必須だった。レジェンダーメンバーとしてグリューネ姉さんはね、偶然じゃなくてね、そう、必然のね存在だったから大丈夫、助けに行こうぜ。こんなの、そうだ、レジェンダーメンバーさん、グリューネ姉さんもいてこそよ。何やかいでシャーリーを付き合い投げるぞ。プレイヤーしてんのよ、何しよって。ノーマン、隣の部屋にいて何も気がつかなかったのか。分かってたらどうにかしてるって。真面目とのノーマン、そんな責めるような目で見ないでよね。私だってこんなの嫌なんだから。ごめん。そう、黒にしては珍しいちょっと追い詰め方だったよな、今の。ちょっと八つ当たりだったよな。イライラする気持ちはわかるが、今は冷静になるんだ。グリューネさんのことをきちんと考えましょう。わ、いや、この後ね、助けに行くとしてもどこにいるかわかんねえもん。行ったんだろうな。私たちを巻き込みたくなかったんですね。シュバルツは危険な存在だ。グリューネさん一人ではまずい。急いで探そう。お、ジェイうなずかないわ。でも当てがありませんよ。そこなんですよね。僕もやれるだけはやりますけど。俺たち以外にシュバルツの存在を知っている人間がいるとも思えないしな。なんか言ったっけな。どうすりゃいいの。モフモフ族にとりあえず任せる。困ったらモフモフ族でしょ。方法があります。私がソーガに聞けば。そう、来たか。ソーガ居場所がわかるかもしれません。シャーリー、それはシャーリーさんが言っているのはそっちの方なの？静かの方じゃねえか。危険ではありませんか？シャーリー一人に。あっちは離婚のために殲滅するしみたいな感じの主義だったからな。大丈夫だよ。私は今のシャーリーを受け止めて、俺も気が変わったみたいなこと言ってくれるんだから、そうだ。ソーガに取り込まれたりはしない。マウリツは取り込まれたもんな。しかし。ってことはない。ラスダの方まで行くのはあそこ結構遠いぞ。ソーガも分かってくれると思う。前に進もうとする私たちを助けてくれると思うんだ。宝石欲の方だっけ？あそこ行かなきゃいけないか。もしかしたら。だからお願い、私にやらせて。そう言われちゃうね。私にやらせてください。りっちゃんって意外と頑固だから、言い出したら聞かないんじゃない？すでに覚悟を決めたと。顔に書いてあるしな。そう？わかった。俺たちも全力でフォローする。うん。決まりだな。
妨害の祭壇に行くぞ。あ、なんだっけ妨害の祭壇って。懐かしいな、ここトラウマが蘇るわ。フェニモールが死んだとこやん。ふざけんなよ、マジで。一人で大丈夫かな。そう、そうきたか。もしかしたらフェニモール蘇ってみたいなことがありえないかな、ないかな。ないか、フェニモールとまた会えたら超嬉しいんだけどな。シュバルツっちゅうは得体の知らないやつじゃからの。けど、思い返してみると、僕たちが動きを封じられた中で、グリューネさん動いてましたよね。そうなんだよね。そこ謎だよね。やっぱグリューネ姉さんはね、存在として高次元的存在なんだよ。確かに動いてたな。それもすごく自然に。グリューネさんの謎がまた一つ増えましたね。とにかく今はグリューネさんを探す。その辺はグリューネ姉さんのね、いろいろ謎が解き明かす時にね、解説聞ければいいんや。必ずそこに現れるはずだ。絶対追いつこうね。先は長えな本当に。そういや、ここってさ、そうだよ、フェニーモールが亡くなったとこだ。りっちゃんが置かなくなって大変な目に遭ったとこだよね。そっちの印象じゃねえだろ。フェニーモールが大事な人が亡くなった場所なんだよ。ノーマン、少しはそれを分かってるからね。そう、シャーリーも覚悟を決めたんじゃないんですかね。クロエ、私なら平気だよ。腫れ物みたいに扱うだけじゃずっとそのままだもんね。私ら前を見ていかないとさ。ノーマンも明るくていいこと言うな。広がってんだから。シャボン娘もたまにはいいこと言うんじゃの。モーゼスさんはいつになったらいいこと言うんでしょうか、ね、ギート編でいいこと言ったから。ギート編じゃねえや、モーゼス編だ。いや、もうギートに脳が侵されちゃったよ。冗談の間違いじゃないですか。兄弟で喧嘩するのはその辺にしておけ。誰が兄弟だ。ウィルさんまで変なこと言わないでください。いいね、ちゃんとキャラクエをね、生かされたトークいいぞ。おじさん嬉しくなっちゃうぞ。余計なこと言わなきゃよかった。なんか私らって気がつけば一緒にいるよね。そうだよ、それがレジェンドメンバーだろ。知り合いみたいにさ。言われてみればそうですね。一緒に世界作ったしな。一緒にいる理由があるわけでもないのに。理由など必要ないわ。家族は一緒におるもんじゃ。モーゼスさんに言わせると全部そこに落ち着きますよ、ね、おお、珍しくモーゼスを肯定してるな。これ今はそんぐらいのお天気でちょうどいいっしょ。そうですね、張り詰めているだけでは息苦しいです。そういえば私、あ、現れたんです、ね、懐かしい。それ本当に初期も初期の話だ。まあ、なんじゃ、結果良ければ全てよしじゃ。笑ってごまかしてるし。モーゼスの件だけは許さ、許さん。ギートは許すけど、モーゼスは許さん。ノーマも人のことは言えない。私たちを利用するつもりだっただろ。そんな昔のこと、みんな出会いのことを思い出してくな。私は未来に向かって生きてるのよ。笑ってごまかすな。そういうクロエももっと懐かしいじゃん。何の言い分を聞かずにクロを襲ってきたからな。しかもイベント戦だったら帰ってなかった。ジェイにもはめられたな。これはもうかなり初期ですね。そんなこともありましたね。おかげでフェロモンボンバーズらしくも出てきたしな。あの後大変だったんだぞ。フェロモンは本当に公式のリアクションなんだ。ウィルに牢屋へ放り込まれて。あの時のセネルは手負いの魔物のようだったからな。セネルもな、そう、あの頃の狂犬かっこ笑いのあの頃とはもうさらばだもんな。ろくな出会い方をしてないな。それがまたテールズだもんな。そんなね、ろくな出会いしてないね、仲間たちがこうやって打ち解ける、そう、思い出になるのがね、テールズの素晴らしいとこなんですよ。だからこそ失いたくないって思う。未来を閉ざしたくはない。大切なものは自分たちで守らないと。私たちはそのために今ここにいるんだ。その通りだ。なら掴もうぜ未来。グー姉さんを絶対に取り返そう。お、当然じゃ。
なんかいるんだけど、なんかタケリの層下と戦うんかなとか思ったけど、よくわかんないやついるし、ただのモブじゃねえかよ。こんなところで霧の魔物と出会うとは。これいる？いらなかった説もあるけど。読まれているのか。単なる偶然とは思えない。ああ、そういう？そう。実は狙ってやってましたみたいな。そうそう、あいつをやっつける。これで決まり。またデブのボスが出てくるのか。これちょっと黒いモーデス気つんじゃないか。前グリューネさんちょうどよかったんだけどな。あれ今日またなんか違うの、デブじゃない、なんだこいつは。こいつは何者だ、何者なんじゃ。もうギガントだ今回は。これはこれしかも HP20 万あるし、いやまあやるしかない。とりあえずこれで、20万 HP あれば3万は通るでしょ。あ、4万通るか。よし、あともう一回やれば OK だから。で、ギガント、あ、ギガントだー。メガ、しかも、ウェイト特殊級系は投げ技できなくなるんで、やめ、やっぱこれ良くないな。黒い、やっぱ黒い邪魔だこれ。しかもめっちゃ昼間ね、浮気、こういうことやってくるタイプだ。いやー、めんどくさい、これ。これで昼間ないんだもんな。クソゲーが過ぎる、これは。一応、ひるむ要素はあるっぽいんだけどな。こいつ動きも遅いからなぁ。あれだなぁ。意外とウィルとか出した方が戦いやすいな。これ黒いいらねえわ。モーデスはいる。いや、作戦としてはね、セネル以外、シャーリーも入れて、光栄でやればいいなと思って、まあ、多分これ意外と合ってるっちゃ合ってるんだけど、だいぶ CP 解放するのきつい。やばい、シャーリーゴミだマジで。シャーリークソだということが急になって、こいつもうリストラス、マジ二度と使わん。なんでかっていうとね、なんか死んないけどね、セネルの隣に来るか、要は 前衛に来るんですよね。クソミスマジで。だったらモーゼスか。はい、メンツはねこの通りにしました。これが一番いいね。もう HP これで一気に削れてるね。いいよいいよ、5分の3まで来れてるね。だよね、5分の 4？ あ、5分の3か。この作戦なんだけどね、セネルのね、我流奥義をね、入れました。これがね、メガント族を抱えてね、地面叩きつける技があるんですけど、これをね、思い出した。なんかメガント級確か投げれる技だったよな、みたいな。で、これをね、まあ、活用して、戦ってる感じですね。だから、とにかくダウン狙いですよ、ここは。ひるませて、で、率先してダウンさせて、で、ダウンさせたとこで、この巨気なんちゃらかんちゃらみたいな、これ。これをやるっていうね。これ追加攻撃が出てんのか、追加効果が出てんのか分かんない。だから浮かすほしくねえんだよなぁ、もうですね。で、この辺はもうガン無視するぞ。こう、対立がめちゃくちゃになった時は、また敵が端に行ってくれることを願うぐらいで、ちょっと、ご利用していこう。だからもう、この辺は気にせずに、もう投げるとこはどんどんチャンスで投げていく。この作戦ですね。だから本当に一切敵が昼間ならやめてほしいわ。爆撃やっけ、一瞬でも昼んだと思ったら、もう、なんで今、硬直時間が他のやつの攻撃で上書きされたのマジ気に入った。サンダーブレードいいよ。大ダメージが狙える。なんでモーゼス死んだあいつ。まあまあまあいいや、仕方ない。ライフボタンはクソほど余ってるから、全然。バークリケダウンしたで、投げるオッケー、いい感じ来てる。モーゼスは、レモン組だな。モーゼスは無視じゃなかった。もう TP なくして通常攻撃だけでなんかひるませてくれるぐらいな、ちょっとかもしれない。いや、中距離としての立ち役割果たしてくれないの本当に何なんだろうな。うわ、セネル死んだのは予想外すぎる。ダメージ2000とかおかしいんだよな。これノーマルだとそんなもっと低いかな。OK。死ぬ、ガードしろー。いいモーデス、レモン組ちょうだい。いや、ミラクル組もちょうだい。OK。モーデスはもう死ぬと思った。モーデス、ほんと、中距離下がれ。てか、あいつ死んだからあれじゃん。いや、ここつなげ。ファイアストーブ。うわー、なんか宙に浮いちゃった。めちゃくちゃ浮いちゃった。まあまあまあいいや。でそしたら、ミラクル組使って。よし、いいよ。いいよいいよ、HP だいぶ減らせる。これクライマックスコンボもね、うまくやっていきてえとこではあるんだけどな。あとはモーデスが早く中距離、もう本当なんで中、だからこのゲーム前に中距離っていう概念ないのなんなん、本当に。モーデス近接戦ったとこ弱いだけなんだから、それ。中距離だから活躍するんだから。よし、OK、コンボ溜まった。OK! 危ねえ。危ねえ、今のところノーマ死ぬとこあった。
もう、そうなるぐらいだったらもう何も考えず今クライマックスコップここでやって残り HP19000 ぐらいを自力で削ろう。で、ノーマは、ノーマ TP はまだあるよな。レモン組。これで仕分けるぞ。早くキュアやって。で、もうです、本当に近づかないでお前は。お前近づいたところで活躍しねえんだから、お前中距離だから大活躍するんだから。キュア。よし、オッケー、キュアナイス。よし、頑張ってよって言ったことは今リゼレクションの様子だ。やべ、モーデス死ぬ。マジ、モーデスがなんか今一番足引っ張ってるなんだろう。本当にグリューネ姉さん連れてこれたらよかったけど。オッケー、モーデスが浮かしたし、だからモーデスが余計な攻撃するから。もうモーデスは逆に TP なくなった方がいいな、これ。だから敵を浮かしてくる、本当に。まあいいや、モーデスが後ろだったら、モーデスがもう近距離行くんだったら、もういいやいいや、ここは割り切っていい。はい、フリーズランサー食らって、投げたあとちょっと、ボルタローで死んでたよ。爆抜け、あー、モーデス、これ、買い替えて間に合う、ノーマ。今、敵死んだけど、これ、ギリ、買い替えて、使えるの使えたこれ、ギリ判定あるんだ。本当にドンピシャの判定やれたけど、意外と勝ったな。モーデスじゃなくて、グリューネさんだったらな、もっと楽に勝ったんだけどな。てか、シャーリーが仕事してくれればもっと楽に勝ったんだっつうの。シャーリー、ゴミクズだったな、あいつ。セネルがいると、対立ガン無視でセネル隣に来るってやつかな。それ、キャラクター始めた時もシャーリーバグってたもんな。の語りかけを開始します。お前もう本当に戦闘二度と出さないからな。お前本当クソだこなのがあったから。光栄ってか、小術師で前陣はもう意味がわからん。せめてさ、せめてテイルズ・オブ・グレイセスのね、いや、ヤッホー、それからヤッホーみたいな感じでさ、パスカルみたいなさ、感じ強ければいいんだけど。誰も期待してませんけどね。つまらんこと言うんはその口か。ずっといじられてんのです。終始いじられてる。微笑ましいの。ごめんなさい、なんだかおかしくなっちゃって。二人のじゃれ合いもたまには役に立つんだね。それなら光栄です。二人ともなんか不服そうだけど、頑張ろう。あれかな、シャーリーが暴走しかけた時、フェニモールの石が助けに来てくれたら僕、えぇってか、お前クソ、生きてんのかこいつ、まだ生きてんのかーい。危ない、メリエスの力で お前を倒すなんかシュール浄化されたってことでいいんかな。どう、ソーガの声聞こえた？我はメリネスが言い始めたらびっくりするからやめろよ。シャーリー、二人とも功績よくわかった。ああ、意外と一瞬で会話終わるんだ。声が届いたんだな。なんだ、あいつも意外とすごく穏やかだ。協力的なんやなって。それならタケリのソーガって名前。確か穏やかのソーガにしとく。もうタケってないんだ。確かにタケってねえんだよな。もう恐怖じゃねえんだもんな。うん、確かにそうだな。んじゃあ。ソーガチンで、もうそれでいいや。ソーガチンって静かの方も多いな。ソーガで行こう。だからではって何？大いなるソーガ。なんでまるで静か、静かのソーガが大きくないみたいな言い方じゃねえか。そういう意味じゃないと思うんだけどな。今のソーガに。ソーガも落ち着くもんなんだな。あれかな。操術を持ってる彼らの活躍を見て改心したってことでいいんかな。今の自信は。もしやシュバルツの影響か。姉さんが心配じゃ。鉱石浴に向かいましょう。鉱石浴か、あそこ大変だぞ。まさか、あそこがグリューネのキャラクエのラスダンでもあんのかな。どうなんだろう。あ、ねえわ。あ、ガリオギのスキル出てきた。なんだこれ。技を組み合わせて使うこともできる。超今更だけどねこれ。既存の力を応用できる。てか前々からも使ったじゃん。なかなか使いどころ限られるけど、こうやってボス戦に関しては活用できるな。宝石欲はきちいぞ。ラスダンを一番上までいけないの、もしかしてくっそ時間かかるぞマジで。壮大で BGM 流れてごまかしてるけどきちんだよな。なんか途中のギミックとかやばかったっつか、意味が分かんなかったもん。記憶なき者がいかなる。これは一番上じゃ。訪れた私は。いや一番上あなたと戦わなければならない。くそー、しばらくグリで一番上まで行ったか。思い出せたのよね。そのような半端な覚醒で
そうだよ、グリューネ。そんなんじゃ勝てぞ、シュバルツには。後悔するぞ。後悔なんてしないわよ。私が正しいと思う道ですもの。哀れな存在だな、グリューネよ。記憶がなくとも道を変えるなんだ、シュバルツ的にも何か和解をする方法があればなとか思ったりしてる。言葉は無意味だ。始めようか。よっしゃ、さっきね、新パズルマスターの称号ゲットしたわ。ちょっと後で見せようかな。新パズルマスターの称号って おそらく調べた限りだとね、全部のパズルブーツを仲間の助けを使わずに自力で解いた人にのみ与えられる称号だったはず。ゲットしました。急ごう。あ、急ごうぜ。今、シュバルツとグリューネの戦いが過激化してるかもしんねえから。というわけでね、ちょっと待ってね。せっかくだから自慢はしたいな、一応ね。装備で称号が見れるんですけど、ここでまずパズルマスター。これ本編の時の、本編でパズルを自力で解いた時に与えられる称号なんですけど、この新パズルマスター。そう。というわけで、もうこれでパズルブース自体はもうなくなったのかなと思うと安心できますね。いやー、ようやくここまで来ました。本当に。やってよ、頑張って、おじさん。あー、ようやく着いたと思ったら、グリューネさん戦ってらっしゃる。ここまで45分くらいか、ダンジョン入ってから。もっとかかったかもしんねえな。何やかんやよく、俺らが到着するまで約40分以上耐えてくれたら。シュバルツに向けてメンバーちゃんと調整してた。仲間を守るためにあるんだ。僕たちのことも少しは信用してくださいよね。こうして見てグリューネ強いんだな、本当に。シュバルツと対抗してやがる。安穏と暮らすことなどできん。みんな、グリューネさんとまだまだ一緒にいたいんですよ。いつか別れが来るにしても、こんな形、俺は認めない。それくらい、言う権利はあるだろう。セネルちゃん、みんな…そうだ、グリューネさん帰ってこい。一緒に戦おうぜ。みんな、シュバルツ戦か。人の子よ。シュバルツってラスボスじゃない。いや、まあ一応シュバルツと戦う可能性があると思って、ちゃんと待ち構えておりますけどね、メンツ的に。また黒坊やだ。なんだ、うわ、敵縛られるんか。光の力、希望はなくて。俺たちは清掃術が。清掃術ではもうどうしようもない。見よ。グリューネの力によって逆にこれ解放するとかできんじゃないの？知らんけど。その身を落として守る価値などない。あなたが奪おうというのなら、私は立ちはだかるわ。精霊すら存在。やっぱ精霊って書いてあるんだ。いかほどの価値があると言える。シュバルツ的には精霊が存在できるような、ね、世界が重要っていう部分だから。黙って見ているなんてできないもの。喜びなど不要なものだ。知ったがゆえに苦しみに嘆く。それは違うわ。シュバルツは孤独やろうね。いや、グリューネも本当だったら孤独になる予定だったんだろうけど。人はいつも悲しみに暮れ。みんなのおかげで仲間がいるよって感じだったかもしれない。弱く小さい生き物ではないか。後悔にかきたてられ、欲するものに背を向け生きようとする。己の信念にすら疑いないだ。耳が痛い。実生活はアビタかもね。リアルアビタかもこんな感じです。憎しみの鎖に心を囚われ、本質を見失い、あげく血を流す。越えられぬ宿命の壁を前に、己の小ささを思い知る。はあ、現実を見ちゃってね、さらに自分は所詮凡人なんだと思っちゃうわけなんですよね。痛みを恐れ、愚かな道に迷い込む。あげく、神にすがる。神様、仏様とか、うんぬんかとか言っちゃう、あの、願いだよね。願い方で。それが人なのよ。そうだ、そうだ。我が願いを叶えようというのだ。そうっすか。じゃあ、僕の人生をやり直させてください。痛みも苦しみもない。すべてが虚無へと帰ればよい。シュバルツ的には、虚無の世界。あなたは、グリューネ的にはね、有機物の世界をちょっとイメージしてんのかな。もう我の邪魔をするな。
うおー、そしてこれで40分耐えたんだ。40、50分これで耐えたんだ。グリューネさんならやれる。この力の差、いやあ、うっ、お前手加減していたのか。このままでは。黙って聞いていれば、好き勝手なこと言いやがって。ふざけるな。俺たちは戦争術の力があるんでね。この力の波動、わけもわからないままやられてたまるかよ。ソーガのそもそものさ、ルーツが実はシュバルツやグリューネとかいう、またね、なんとも、ね、複雑な感じだったりするのかな。似ているわけにはいかないんだ。俺たちの大切なものを理不尽に奪い去ろうとするお前を許すわけにはいかない。ワイはまだまだやれるんじゃ。くたばるには早すぎるやつだ。だからちゃんとラスボス、てか本当にここで最終決戦か、やるしかねえか。もうみんな決意表明してるもんな。絶対に絶対に絶対に取り戻すんだからね。立ち向かう前から諦めるなんて、そんな真似僕はもうしたくない。人の子よ、あがくなと教えた。それが人なのよ。あがき、苦しみ、それでも立ち上がるの。我には無意味なものだ。こっちはね、意味のあるものとしてね、力。おお、これが人の力。心の強さです。これ、テイズ・オブ・ザ・レーズでのイラストになってやな。おらー、俺たちは戦争術を見るがいい。グリューで覚醒しろ。する？おー、覚醒するポアニメーションが入った。グリューでもシュバルツみたいになるのかな。シュバルツ、そなたを倒します。言い方が変わった。記憶と力が戻ったか。マジ記憶戻ったの。うわ、じゃあとにかくシュバルツを倒して、もう手遅れだ。グリューネさんの話いろいろ聞かねえと。覚醒、力の差は歴然としている。いやマジか、シュバルツラスボス戦かもしれない。それでもあがくというのか。愚かではないかグリューネよ。すべては終焉へと向かっているのだ。終焉へと向かうのはそなたの方であろう。グリューネさん様子が違いますね。まあまあ戦ったので、どうしよう。シュバルツだろう、多分シュバルツと戦うってこと考えたら、いやこれ極端に小術使いの方がいいよな。だ多分これの方が一番いいんだよな多分。でもうセネルはガードメインでいこう。もしかしたらモーゼス入れた方がいいのかもしれないけど、いやどうなんだろう。いやこれだな、これでいこう。あ、来た来た来た、ラスボス戦の BGM じゃん。え、じゃあ、すべて決着ここで作ったわけですか。やるしかないっすね。17万、いける。一気に決めれず。しばらくさ、近接系のやつね。オッケーオッケー。ちゃんとガードするつもりまんまなんでね。ちょ、ライバックス後までまた3万5000ほどダメージ与えて、お前を倒す。え、投げ技できなかったんだけど。ひるむのかな、爆力外した。ほら、爆竜剣、レンガ飛炎剣。うわー、ダメージでかいけど、セネルの意識だって意外とあるんでね。インブレットナイス。え、嘘、そういう技あるんかい。それがあるとまた話変わるんだよな。え、なんでもう、ウィル死んでんの？早すぎる。嘘、全員死んだ。あと、グリーンの様子もなんかちょっと違うんだけど、どういうこと？覚醒したか、ほんとに。邪魔をするのですね。シュバル戦の時だけだとグリューネこういう感じだったの。はぁ、しかも全然ひるまねえし、死んだし。きちえ、こいつ。ほんと突撃系の技やんのやめろって。レジェンディア CP の頭の悪さじゃ対応できねえんだから。なんか火力が頭おかしいっつか。もうコンボ食らったらとりあえず終わっちゃう、このゲームの仕組みやめてくれ。投げ技できないの意味わかんねえし、これ何の特殊型なんだよ、意味がわからん。そう、HP ここまで減らせんだけど、グリーネと二人で、でもマジで昼間でこのゲーム、本当に血用がクソすぎる。許しません。クソ、まだ形勢立て直せる？諦める必要ねえな、エリクシール6個もあるんだからさ。間違えてグリーネ使っちゃった。はぁ、しかもエリクシール無駄に終わったし、終わった。夢の終わりだ。あー。
これモーゼスとかクロイだとしても無理だったな。もう近接昼間でもそもそも、いやーもうクソゲー本当に。もういい、もう戦闘バランス崩壊しまくりじゃんマジで。CP ももう大暴れしてるもん。あーやってらんねーマジで。よし、 OK、 よし、昼間せられた。そしてねー、僕ちょっとグルンジでシュバルツ戦の攻略これなんかないと思って調べちゃったらネタバレちょっと踏んじゃって、どうやらですねこのシュバルツ戦ね、HP を半分にすると終わるらしいです。つまり8万5000くらいまでいけばワンチャン勝てる。だからね、希望を持って頑張っていこう。そう、 HP 半分で終わるらしいって調べちゃった本当に逆にね、それが希望になった自分の中で。あとね、こいつ調べたんだけど、調べたってかスペクタクルで、あと経験則によるとこいつね、水以外耐性あるんですよね。特にね、闇に関しては回復しちゃうんですよこいつ。だからデモンズランスとかネガティブゲートしてたら回復しやがってさこのピッチ。だからね、闇の衝術はグルネさんってか、むしろそれね、ほんと1話の火力のやつだったんだけどね、ちょっとなくしました。それ以外は耐性があるっぽいけどね、ダメージ自体は通るっぽいんで、うわやらかした。HP とりあえずあと3万ぐらい減らせ。うわなんかすんげえことになってる。何が起きてる本当に。このさ、マジでこのシュバルツ本当ゴミみたいな戦闘しよう、やめろ本当に。昼間ね本当にゲームクソすぎ本当に。昼間しようがなかったらもうこのゲームクソだよただの。だって駆け引きもゴミもねえもんマジで。よしノーマかわした。もう仕方ない、クライマックスコンボちょっとご利用そう。半分で終わるらしい攻略サイトが本当なら。じゃあもうそれ信じてやるしかないでしょ。もう勝てる気しねえもん。なんか CP アホっていうかグリーネがビチすぎて、グリーネでしばらくがビチすぎて。はあ、なんでこいつさレイズ Z じゃなくてさそっちやってるかな。もうダメだ、なんか正直もそもそもまともにやってねえもんな。いい場合仕方ない、ライフボトル1個ずつ攻めていこう。次ウィルね、 OK。 はい、オッケー。とにかくちょっとずつ絞っていけ。はい、シュバルツをどんどん。いや、シュバルツ投げれないの本当にクソ強すぎる。あ、なんで死んじゃったの。いや、そろそろ溜まるだろ。あー、溜まった、溜まったらもう終わらせろ。ライボットル早くノーマンやれ。オッケー、終わりだ。とりあえず本当 HP 半分で終わるなら一旦これで戦闘終わるだろう。本当に終わる、半分にはなったっけ。え、これ本当に倒さなきゃいけないもしかして。やばいやばい、ちょ、じゃあ建設立てようぞ。一旦建設立てようします。終わってねえじゃねえかよ。攻略すると嘘つかれた。じゃあ勝つしかない。あれ当たんなくなった攻撃バグだ。あー終わった、ほっとした。マジビビらせやがって。ラスボス戦で多分しばらく出ると思うんですよ。最悪クライマックスコンボ4回やろう。最悪ね。あいつのダメージ一つって結構、クライマックスゲージ溜まるから、最悪それでご了承。いいいいもう。それがレジェンディア戦術でしょ？だってこんなクソ仕様なんだから。星を巻き込むというならば、我もそれに従うとしよう。この嘆き、悲しみ、苦しみ、我を満たし、我の力となれ。シュバルツなんてこんな負の感情的な力をね使いこなしてるのかよくわかんねえんだよな。この地震はシュバルツか。ただ何これ、やっぱ負の感情じゃないか。ずっと僕マイゾロ2って言ってるけど、やっぱマイゾロ2じゃないか。怖いと思ってる。どちくしょう、なして足が震えるんじゃ。動きたいのに動けない。私が今感じているのは恐怖だというのか。どうしてこんな力があるの。本当にこいつ何者なんだろうな。バーセルはね、メリネス、マウリスかけるメリネス、あれなんだっけ、ネルフェスだ。人の声ネルフェスを超えてるじゃん力を。それでよい、グリューネ、わかるだろう。この絶望的な力の違いが、己シュバルツ、あがくのはやめよ、受け入れるのだ。もはや
後戻りのできぬ場所へ世界は誘われている。ふざけるな、お前の好きにはさせない。人の子よ、もう吠えるな。あー、いや抵抗するのがね、人の強さなんで。力の波動はいけません、逃げるのです。人の子よ、といっても逃げる場所ないですよね、ここ。我が腕に抱かれ安らかなる眠りに落ちよ。やられてたまるかよ、シャリー。おお、面白いね、二人の力で清掃術による、うわー、総合パワーだー、くらえー。あー、総合パワーでもいけない、あの魔律を、魔律に抵抗した総合パワーでも。星は終わりを迎えようとしている。シュバルツ、星は滅びを望んでいるのだ。この星の人々は生きることを望んでいるのです。嘆きや絶望だけが人を支配するのではありません。じゃあやっぱシュバルツは負の感情の集合体的な感じやな。けど次元は違うんだろうな、高次元の存在なんだろう。静かに終焉の時を迎えるがよい。シュバルツ、そなたはみんな息はあるな。あ、よかった、倒れただけか、気絶してるかと思ったよ。心配させるんや。生きちゃうか。どうやらそのようだな。シュバルツは役目を終え去りました。そや、グリューネ、グリューネさんのキャラってこのままで行くんかな。私の顔に何か。いや、なんか凛々しい雰囲気、ね、凛々しい雰囲気で最後のキャラクエのとこまで乗り切るのかなとか言って、あらーって言ったらちょっと笑っちゃいそう。なぜ謝るのです。グリューネさん、記憶が戻ったんですね。いや、その記憶、いろいろな話聞かせてくれよ。あなたの正体とかさ。おかげです、礼を申します。でもそもそも記憶がなぜなくなったのかとかね、その辺も含めてね、聞きたい部分であるんだよね。ほんまにあれや姉さんなんか。以前のホワーンとした感じとはまるで違いますね。信じがたいが、あれが本来の姿なのだろう。結構戦闘中もね、凛々しい感じだったもん。信じがたいね。もう抱きついたりできそうにないよ。こっち見てるぞ。なんかまたこんな状況でもちょっとコメディー色出してくるんだな、レジンディア。いいな。とにかく記憶が戻ってよかったですね。そうだね、みんなも無事なんだし。何を焦っているのです。焦ってなんてない、ないねえみんな。まあ、関わりづらくはなってるというか、なんというか前よりかはね、打ち解けづらくなってしまったっていうのはあるよね。さっきのそうだよな、今羽が出てきたけど、グリューネ覚醒シーンにも羽が1枚出てきたけど、何なんだろうね。目覚めの証です。グリューネ羽なんだ、そのままだったわ。この羽っていう描写、鳥だとかそういう感じだと思うんだけど、何が伏線になるのかな。すいません、ここにいても仕方がない、一旦街に戻ろう。パッと戻る、ありますよね。話し合うこと、45分ぐらいか、40分 40、50分かかったんですからね、ここ。パッと戻る、ありますように。もう僕がこの暗転の後ウェルテスにいますように。あー、よかった、ウェルテスに来ちゃー、平和や。お、カーチスとしイザベラ、どうした。お待ちしておりました。街で何かあったのか。影のような人物を目撃したと街の住人から通報がありました。それ信用できんか、信憑性はいかがなものか。ご存知のようですね、シュバルツだろうな。間違いありません、シュバルツの痕跡を感じます。ああ、じゃあ信憑性あるな。グリューネさんがそう言うなら、その通りだ。何の目的で町に。グリューネさんの印象が以前と変わったようです、ね、いや、分かっちゃう。私らもよく分かってないから、グーネさんのことは聞かないで。分かりました。陛下が説明を求めておいでです。ウィルさんにジェイ君、私にご同行願えますか。
今はまだ確かなことを話せない。俺たちも状況をつかみきれていないのだ。分かり次第報告に行くと陛下に伝えてもらえないだろうか。この陛下ってカーチ必要ないんだっけ。しかしいいだろう兄弟、愛のために考えるがいい。こちらも協力は惜しみません。何回でフェロモンボンバーズいいやつらだな。いや歌はいいから行くぞイザベラ君。そや、はい、キャラクエになってからフェロモンボンバーズの歌って俺の家に行こう。女装の時ぐらいしか聞いてない気がするんだけど気のせいかな。さあグリネさんの口からようやくいろいろと知れるかな。何から話すのが良いのか。これがねもう楽しみすぎたからな。シュバルツとは何者だ。やはり知ろうとしますか。まあそりゃね一応敵らしいから。強い霧も深く関係しているはずだ。あの霧はやっぱ負の感情マイフルツだったんか。怒り、憎しみ、恐れ、人が己に向き合うことを嫌い。そんなんじゃダダ漏れじゃないですか。黒い霧はそれらが負の感情なんて人間誰しもが持ってるんですから。きついっすよこれ根絶するの。共存した方がいいんじゃないですかね。霧の元凶はシュバルツじゃないのか。人が嫌う感情を吸収することで。ほらじゃあシュバルツがいなくなればその黒いもや自体が生かされなくなるんできっと。要するに黒い霧が餌をね、餌と捉えてる奴がいなくなれば平和になるわけですよ。故に、霧はシュバルツとも言えます。私たちに干渉してきたのは、揺さぶりをかけ、自分の力を増幅するためだったんだな。いや、意外と打算的な奴だな、シュバルツ。頻発していた地震も、まさか。シュバルツの所業によるものです。それはどういう理屈で出してるのかわかんない。天才により、ああそういうことね。いや天才起こせるご、この、うん、天才起こせるぐらいの力を持っているっていうのもまた恐ろしいけど、ね、そんでければ人滅ぼすそうだけどな。地震を起こせるのって、あやかノーマンも同じこと思った。そうじゃなさすぎだよ。話を続けよう。霧から生まれた魔物は何なのだ。あれは霧が濃く深く集まり。結晶となったものです。その結果タコスケになってさらに合体してみたいな。ある意味不明だけどな。それはあの魔物が人の感情から生まれたものだというんですか。あのタコスケな、マジで。じゃあもう永遠と出てくるよな。そんな耳を閉ざすことを望むならば私の話はここまでにします。テイルズのキャラたちがここでね、じゃあはいやめますなんて言うわけねえだろ。俺たちはテイルズメンバーズだ、ね、そしてレジェンダーメンバーズだ。前に進んでいこう。あいつが何者なのか。世界を、いやーやっぱ高次元の存在だったな。全ての始まりにして、神とはちょっと違うんかな。いや神かもしんないし神じゃないかもしんない。虚ろなる導き手にして人に、まあやっぱ人間じゃないって思ったけどね、あんな瞬間としたら。それがシュバルツです。シュバルツとは善を無に返す力そのもの。それって要するにさ、神様みたいなもん。あなた方のこと。ああそうなんだ。じゃあフォルツナだったか。デスティニー2におけるフォルツナ神みたいな感じだったか。底知れぬ力のわけが。で結局高次元で神に近しい存在ってことでありません。あなた方は生き残ったのではありません。生かされたに過ぎないのです。まあでしょうね。だってあそこいつでもとどめさせたもんな。クー姉さんこそ何者なの。記憶が戻ったんなら全部わかるんだよね。そしてグリューネまたツイートなる神だったりして。私はシュバルツを倒す存在。いやその存在もどうして現れたのか、いろいろと、そうそう、気になるんだよな。グリューネさんにもあるんですか。私の存在意義はシュバルツを倒すこと。そして存在と目的は私にとって同義なのです。つまりシュバルツを倒したら存在と目的グリューネも消えちゃうってことか。シュバルツの目的は何なんだ。シュバルツは願いを叶えるため
この世界へ舞い降りたのです。この世界って言ってるけど別の世界もあるってことだよね。人々を苦しみから救うというソーガの願い、ソーガの願いを叶えるため。これ絶対竹入のソーガのせいだよ。あいつほんとふざけやがったな。ちょっと待ってください。やってることが矛盾しませんか。苦しみから解き放つ方法は一つとは限らないのですよ。喜びも痛みも存在するからこそ人は感情に揺り動かされやがて悲しみに暮れるのです。そういった悲しみに暮れるぐらいだったら虚無とキスみたいな感じの理屈なんだろうな。しばらくの立ち位置的には人は苦しむか。それをなくして何もかもない、まあ、無機物なんだ。これどっちかというとテイドブシンフォニアさ、ミトスが目指した千年世界に近しい感じだよな。シュバルツは人を解き放つのです。要するにどういうことじゃ。わかんないか、ミトスがやろうとしてることと同じようなもんだよ。いずれ世界はシュバルツに。あ、もっとひどかった。あっちは無期生命体になるらしいけど、もうこっちはないものにすらなっちゃうわ。シュバルツ的にはソーガーの意志という優先なんだもんな。ソーガーの願いが優先だからな。信じているのです。そんな話バカげてる。誰も滅びることなんか望んじゃいない。本当にそうでしょうか。だが言葉と力が釣り合っている。俺たちではまるで相手にならなかった。いや、 HP 半分までいけてね。ここは次のラスボス戦ではクライマックスコンボ4回やればいけるから。ご利用しがすぎるけど。私たちは目の前を飛ぶハムシ以下の存在というわけだ。おいおい、ハムシがかわいそうだからそんな例えやめてやるよ。ここで手を引きなさい。この戦いは私の役目です。いや、相手も相手に力つけちゃってグリューネさんじゃ太刀打ちできないんじゃないですか。だがはっきりと言いましょう。今のあなた方にはどうすんのさ。戦争術をさらに超える力、オリジン操術を見つける時が来たかもしれない。オリジン操術来た本当に。私そうだよな、グリューネ精霊使いでもあるか。オリジンオリジンを使って操術にオリジンをみたいな。オリジン操術来ちゃう。今度ばっかりは仕方ないよね。相手が神様じゃ。ノーマ弱気すぎ。俺たちはオリジン操術を身につける必要があるんだ。ソーガの怒りを受け止めた力ですらシュバルツの前では赤子同然だ。つまりあの時の マウリスネルフェスを超える存在なんだ。だったらあっさり諦めるか。あれはそんな願い先じゃ。現実を直視してください。僕たちは手も足も出ないままシュバルツに敗れたんですよ。だからいや、まあ、テイドキャラクターみんなが通る道や。大丈夫だ。テイドディスティンだってね、スタンたちはミクトラに手も足も出ないまま一旦ね、私たちは瀕死の渋滞を負ったわけだ し、 本当に何もできないでしょ。エターニアでもね、悔やむ必要はあったよね。闇の虚構に使われてさ、これは私の役目なのです。ネレイドに負けちゃったみたいな、シゼルに負けちゃってっていうのがあったからさ。でその時にね、レイスが助けに来てくれなかったら死んでたわけだし。そういうことやな。ハムシのごとく死ぬことを選ぶのですか。どっちか。チート。せっかく仲良くだったのに結局衝突はするのがレジェンディアメンバーズ。いや俺たちは一致団結やっていこうぜ。ジェイも悔しいもんな、現実を直面するのも。今日は休みなさい。そしてここで聞いたことは全て忘れるのです。けどコンパムだと虚無にされちゃうんだよな。できるわけないだろう。私のもたらした情報は人の営みには不要なものなんです。確かにまたグリューネに全てを任せて俺たちはね、残りの余生を平穏と暮らすっていう道もあるけど。お兄ちゃんどこへ。俺も頭を冷やしてくる。今日はこれまでにしよう。ジェイもうつむいてるもんな。なんかもうみんな絶望感じてるじゃんこれ。なんてこっちゃい。パンダこった。モーネスは？あ、もしかしておのおのの決意表明来るよもしかして。ギートのとこ。これギートのとこに会いに来た。ここならワイの気持ちをよく分かる思うだ。静かの大地かな。ギートに誓いを立て。ああ、じゃあ静かの大地だ。ワイがどうしたいんか本心だけが見える思うたんじゃ。ギートなら答えを教えてくれかもな。ギートにちょっと弱気な俺を見せてもらって一括入れてもらわねえとな。どうじゃろう。案外白状のとこもあったしの。
あ、ギートいるじゃん。ギート。ギート。お前野生か、大丈夫だ。あ、逃げやがった。なんだ違ったのか。なんだ違うんだ。期待して損したよ。え、ギートじゃないの？ギートに似てる。お互いの成長のために。ギートに似てる違う。なんだっけ、グランドガルフとかだっけ、なんだっけ、グランドガルフだっけ。じゃからの。ギートに甘えとったらいかんのじゃ。兄貴、ワイは誓ったんじゃ。ギートにふさわしい男になる。まだ終わるわけにはいかん。負けるわけにはいかんのじゃ。なんで思うぞ。まあこいつはね、だけもわからんやつに喧嘩する前から負けられん。いや、リベンジするにはやっぱオリジン操縦を身につける必要があるからな。今ワイのおる場所はここと違う。ほうじゃろ、ギート。おっしゃ、よかった。まあとりあえず一人で解決してくれたけど、まあモルさ一番あるし安心できるな。こいつ絶対ね、現状が気に食わないからぶっ倒したるちゃう、ぶっ倒したるけどとか言いそうだったからな。で次はこうやって各キャラがそれぞれ決意表明していく感じかもしんねえな。あー、ノーマンはあれか、エヴァーライトの場所にまで一旦来たのね。師匠に助言を。自分の気持ちがよくわかんなくなっちゃったよ。まあ意外と弱気になったもんな、ノーマな。楽しかった今日も、向かうべき未来も、全部見えなくなっちゃったよ。ねえ師匠、聞いてる？まあ残念ながらお亡くなりになっちゃって。歩き続けたいけど、前に進みたいけど、真っ暗でこの状況、現実の浴びたかな。くそー、私にできること、心に聞くぜ。見えてこないよ。僕もまさしく真っ暗なんですよね。こんな時どうしたかな。行く先真っ暗すぎて、そんなの決まっておるわい。あ、ザマランが来るんかい。ザマランか、笑えよ。後先考えずに走り出すんじゃ。スベンはそういう男じゃろ。スベンは、師匠はそんな感じだったけどさ。じじい、いい加減スベンから卒業してやったらどうじゃ。な、何よそれ。泣き言ばかりの弟子がいてはのんびりできんということじゃ。だと？スベンは大バカ者じゃったが、一つだけ絶対もっといいとこあったよ。なんでザマロもケチくさいな。一つと言わずいいとこ持っていっちゃっていいの。自分の生き方を誇り、自信を持って生きておった。奴の泣き言なんぞただの一度も聞いたことがなかった。そんなことを言う暇があればスベンは走り出した。いやー、まあ、本当は僕もね、そういう動きつうか、そういうね、アクティブなね、行動原理がやっぱ一番好きなんだよな。なりたいと 思うんだよな。明日を見ろ、ノーマン。その先に無限の未来が待っている。師匠、一つだけ間違ってるよ。何や、このわしが間違えるはずがなかろうね。未来を待っててくれない。自分から迎えに行かないとね。私が未来を作るんだから。なんでよ。いや、まあ、ノーマンをね、何回で大丈夫だと思ったけど、いいぞいいぞ。まさかレジェンディア決意表明結構何度もね、あるよね。いいよね。師匠から卒業しないとね。師匠寂しがっちゃうよ。やるべきことが分かったようじゃな。当たり前でしょ。私を誰だと思ってるわけ。夢ばっか見てたあの師匠の弟子なんだから。私先に戻るから、ジジイは気をつけて帰ってきなさいよ。まあもう視力戻ったジジイなら大丈夫じゃろうに。いいぞ。みんな決意を新たに。そしたら勝てるよ、シュバルツなんか。クライマックスコンボ4回だろ、実質。クライマックスコンボ4回やればギリギリなんとかなるだろ。もうクライマックスモデルもふんだんに使っちまおうぜ。ハリエット、お前は強いな。なんだハリエット。お前が今の昇進中のビリよりも強いじゃないか。パーティーで悪かったわね。誰だったらよかったのよ。
よかった。それはそれでよかったわ。バカなことを言うな。ありえないけどな。もうバカじゃないわ。叶わない夢は諦めるのさ。町の外は危険だから一人で出るなと言っているだろう。誰のせいだと思ってるのよ。ハティが声かけてあげたのに一人で家から出ていくんだもん。なんだ、心配でもしてくれたのか。誰が心配なんてするに決まってるじゃない。だいぶ甘えるというか出れるようになってきたというか正直なるようになってきたな。おい、ハリエット、何かあったの？セネル君たちの様子もおかしかったし。ハリエットが気にすることじゃない。何それ。なあハリエット、お前に夢はあるか。は？何言ってるのよ。教えてくれ。夢はパパの奥さんになること。あるあるだよね、ちっちゃい子のあるあるだよな。俺もだ。そして思春期になった時にパパ臭いとかになるから。珍しい魔物を全部捕まえるとかでしょ。違う。お前をくださいと挨拶に来た男を一発ぶん殴ってやることだ。なるほどね。その長生きしたいっていうか、パパに、そんな感じで、ね、ハリエットは旦那さんを見つけてみたいな。相手が誰でも俺は必ず殴るぞ。見れば可愛いとかあんな。なんかそれは意外だった。意外だし、なかなかこういう状況だからこその粋なセリフ回しだな。そう、これ粋がいいなんだろう。セリフ回しが良すぎるっつうの。だったらせいぜい頑張りなさいよ。ハティが応援してあげるから。見る、ワンチャンラスボス戦でレギュラーになる説あるからな。次黒いか。何、オルコット来たらぶっ殺すぞと思ったけど、エリザだった。エリザならまあギリ許せんこともない。ここにいたんですね。薬の勉強は大変か。お父さんがあれもこれもって。ああ、お前オルコット楽しそうでいいね。私そのオルコットにね、両親殺されたんですけどね。私も嬉しいです。今までは頼りっぱなしで何もできなかった。オルコット殿はいつ私の両親返してくれるんですか。じゃあ僕が引きずりすぎ、もしかして。私の調合した薬、僕がネチネチしすぎかな。病気の治った患者さんがお礼に来てくれたんです。お前もう薬剤師としてだいぶ機能してるな。私嬉しくって、もっとたくさん勉強して町の人たちの力になりたいです。エルザならできるよ。私もできるかな。人を助ける、世界を救う、みんなの夢を守る。エルザのおかげで大切なことを思い出したよ。私何かしましたか。腰の剣は飾りではないんだ。シバルドを倒すためにある。敵を倒すと切るためにある。この剣は人々の幸せを守るために、そのためにあるんだ。ありがとうエルザ、おかげで目が覚めた。はい、ジェイは絶対モフモフ族だとは思った。いや、ジェイはもう確定だろう。モフモフ族、家族を守るためにだろ。お前の行動原理、やっぱそれがしっくりくるっつうの。おかえりキュウ。ご飯にするキュウ。お風呂にするキュウ。お風呂が先キュウ。それとも私だキュウ。まあ、来ないか。私だけだったらお前だキュウって言いたかったんだけどな。お前のケツを差し出せキュウ。ないか。何かあったキュウ。
ほらね、ジェイはもうこいつらの姿を見たら絶対決意するって、あれし一番信じてたわ。もう僕は何をやってるんだ。ジェイはもう彼らがいれば絶対決意表明してくれると思った。モーゼスさんのことはバカにできないじゃないか。答えの出ている問いに、そうだよジェイ、まあ、頭がいいからこそ悩んじゃうのもね、あるよな。 お前の行動原理のモフモ族それを見たら絶対もうね、守りたいから戦うんだ。絶対お前守りたいから戦える男だと信じてたよ。そうだよね。キュ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 。それでこそジェイだキュー。ヒッポ一番好きかもしんねえ、声的にもね、声デザイン的にも。ホッポたちはジェイの味方だキュー。行ってくるね。もう言葉はいらないキュー。ジェイのやりたいことをするキュー。よし、シュバルツを倒す。ホッポたちはジェイを信じてここで待ってるキュー。シュバルツぶっ殺したろで。あー絶対その辺やってくれると思った。歌フルコースじゃなかったけど。次は、あとは、シャーリーか。ほらね。本当にあなただったんですね。まずトゥーラ出てきたよ。フェニモールを返せ、トゥーラ。トゥーラ、フェニモールを返せよ。何しに来たんですか。優しい言葉をかけてくれる人が、ここには誰もいませんよ。じゃあ、シャーリーは絶対使わん。マジでこいつバグり散らかしてる。なんか来たのかもしれない。悪い意味で。自分に甘えてしまわないように。じゃあ行くね、フェニモール。まあ墓とはいえ一応フェニモールと、あとカカシ君も出てきたわけだしね。フェニモールをついていたカカシ君も出てきたわけだし。待ってください。また姉さんに会いに来て。それも絶対会いに行くからな、マジで。生きてフェニモールに会いに行く、みんなでな。レジェンドビーバーズみんなフェニモールに会いに行く。絶対だ。ありがとう。絶対にフェニモールに会う。勘違いもしくはお前がフェニモールに転生してもいいやで。あなたを許したわけではありません。こうして話をできるだけでも私は嬉しいんだよ。デューラさんとは友達になりたいから。友達だなんてそんな、いや、やすやすと言わないでください。フェニモールが私に教えてくれたの。私の最初の友達。姉さんが。フェニモールには本当に感謝してる。励ましてくれて、勇気づけてくれて、祝福もしてくれた。だから頑張らないとね。落ち込んで逃げてちゃダメだよね。フェニモールの祝福あったら確か勝てるじゃん。姉さんが。シャーリー使わんけど。友達か。私の誠の名は知ってますか？あれ、フェニモールと一緒じゃないの？うん、フェニモールは何も、あなたにはもったいないけど。あ、デューラさん、姉妹でまた違うんだ。私の誠の名はウェルティス。暗い顔をした今のあなたには意味のある言葉ですよね。頑張れって意味、もしかしてウェルティスって。なんだよ、結局おめえ温かい言葉を書いてくれるんじゃねえか。ウェルティスっていう意味あんま分かんないけど、こっちはウェルティス希望だった。希望。俺たちの武器は愛と勇気と希望。そうだよ、やるしかねえよ。そうだよね。終わってしまったわけではないから、まだ希望は残っているんだもの。姉さんの祝福と私の希望を受け取ったんですから、怖いものなんてないですよね。うん。フェニモールの祝福はガンギマルな。力がみるみるみなぎってくるぜ。また会いに来るから、フェニモールにもユーラにもね。じゃあな、フェニモール、トゥーラ、次は世界を救った時に会おう。私にもか。本当におかしな人だね、お兄ちゃん。あー、フェニモールは常に俺たちに祝福と希望を与えてくれるんやなって。あっち、どんだけ僕フェニモール好きなんだよ。あー、そかそか、セネルは最後ステラの俺さ、大切なものがたくさんできた。失ったものもあるけど、それでも
遺跡船に来てよかったと思う。ここで誰かに頼ることを知った。誰かの助けになれることを知った。誰かを信じることを覚えた。セネルは本当明るくなったよな。明るく笑えるように王道チックなテイルズ主人公になった気がするわ。だから今を守りたい。この先に続く人に噛みついてた、ね、未来を守りたい。拳を今では守るための拳と貸してるんだもん。セネルロマンがあるよな本当にこいつ。俺一人じゃできないけど、みんなとならやれると思う。行ってくる。セネルはもう決意固かったからな。まあなんともなんなかったな。確定だ。ああお前、おいおいグリューね、お前一人で行くつもりか。その考えは甘いんだよな。レジェンディアメンバーズが黙っちゃいません。朝になっちゃったじゃん。もう次は逃がしません。何をしているのですか。これが俺たちの気持ちだ。なりません。はあ、俺たちの決意、フェディボールの決意を無駄にするの。中途半端な覚悟じゃない。ワイらの世界のことをワイらがやらんでどうするんじゃ。まだ未来を閉ざすわけにはいかない。私の剣はそのためにあるんだ。ここで力を振るわずにどこで振るう。みんな気持ちは同じです。これが私たちの答えです。俺たちは自分の意思でここにいる。誰に何を言われても俺たちの意思を曲げることはできない。負ければ世界が終わる。もうじゃあシュバルツぶっ倒すしかねえよな。負けられない。グリューネさん一緒に戦いに行こうぜ。今のグーネーさんの力じゃ、ぶっちゃけお前ちょっとシュバルツ負けただろ。ですがそれこそあなた方の力。だから俺たちの力覚醒させるんすよ。俺たちも力の差をこの目で見ている。今さらごまかしなんて聞かない。このままでは戦力にならないのは分かっています。だから勝つための方法を考えたい。まだ何かあるってことですね。グリューネさん、人の世界の話ではないのです。あなた方に。なら俺たちは人をやめる。今を守るために、未来を守るために俺たちは人をやめるぜ。たとえ戦いがそうであったとしても、とかここは私たちの世界です。俺は人間をやめると徐々にはなんねえか。だから守るのも私たちなんです。誰かに任せきりにするのは僕の性にも合いませんしね。守るための戦いから逃げ出すことはできない。誰かがいなくなるのを指を加えて見てるなんてできない。仲間を守るためなら相手が誰でも俺は立ち上がる。ワイもじゃ、家族を守るためじゃったらどがな相手じゃろうが戦うちゃるわ。もうしばらくぶっ殺しちまう。クライマックス攻防4連チャンで、いやもう5連チャンでぶっ殺そうぜ。惨めな死を迎えることになりますよ。大丈夫だ、俺たちはシュバルツを倒せるさ。やる前から負けること考えると本当に負けちゃうんだよね。あー確かに。じゃあむしろグルネです。今のあなたじゃ危ういとこがいい。一人で背負えないものは俺たちなら勝てる。みんなで背負えばいい。俺たちはそうやって戦ってきたはずだ。それはこれからもずっと変わらない。あなた方の気持ちは嬉しく思います。ですがもう頑固すぎグリューネさん。あら助かるわとか言っちゃえばいいのに。もうグーネーさん諦めた方がいいよ。私だって言い出したら考え変えないのばっかだから。おめえらおめえも分かってるだろう。グリューネレジェンディアメンバーズは諦めない。まずは戦うための力を俺たちは身につける。なんかあれかな、修行編なのかな。戦争術の試練みたいな感じで。根本からの革命が必要です。僕たちが努力で強くなるには限界がありますからね。才能を開花させるしかない。
じゃあ清掃術以上の力なんぞ他に何かあるか。でも次修行パートになるな。超清掃術。いや違う、オリジン清掃術だ。オリジン掃術やろうね。何さ。だが私たちが頼れるのはやはり掃術しかない。ならばソーガに力を借りるしかないか。今度は前は静かのソーガだけに力を借りたが、今度多いならソーガにも力を借りるっていうワンチャンあります。あのシャーリー、多いなりやっぱりな、多いならソーガにも力を借りる。これでソーガ力2倍だ。そうか、僕たちの掃術は静かの層がによるものです。そうそう、静かの層がだけじゃなくて大いなる層がの力を執行させてしまいましたから、そのおかげで私たちは静かの層がに この状態で大いなる層がの力を得られたら大覚醒待ったなし。そうだ、もう一つある。一度は執行させられたわけじゃねえ、また力を貸してくれるかもしれんわけが。いや、これは何、またあそこに行かなきゃいけないの。行けるかもしれない。地味な俺たちの思いを聞いてもらおう。そして力を借りるんだ。守りたいものを守るために。うっしゃー、そうと決まれば崩壊の祭壇にゴー。また行くのか、疲れるけど、まあ行くしかねえか。じゃあそういうわけなんで、お前もついてます。可能性は残ってる。希望はまだここにあります。やれることが残っている以上、立ち止まるわけにはいかない。そんなのは精一杯生きてるとは言えないから。姉さんの足りん力はワイラがバッチリ補っちゃる。グルーネ姉さん任しとけ、お前の力不足俺たちが補ってる。だから一人で行くなんてもう言わないでね。覚悟はできている。この道の先で何が起こったとしても、俺たちはそれを受け入れる。行き止まりにぶつかろうとも、崖が待ち受けていようとも、俺たちは信じた道を進むだけだ。この足で仲間と一緒に。だから最後まで共に行こう。心から礼を申します。ああ、俺を言うんかい。ありがとう。仕方ありませんね、ゾカじゃないんだ。むしろ俺言ってくれるんだ。じゃあもう戦うしかねえよな、グリューネさんよ。崩壊の祭壇で俺たちの思いを大いなる層がにぶつけるんだ。ラジオ OK、 やってやろうじゃないの。ああ、これで一応第一部かみたいな感じかな。よし、じゃあ今回も結構僕も4時間以上プレイして疲れたんでね、この辺で終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回ですね、テイルズ・オブ・レジェンディア、グルネ編後編兼、テイルズ・オブ・レジェンディア実況としてのね、最終回迎えたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。次回最終回ですが、ぜひよろしくお願いします。ではまた。